んで？ダンサイ腰振り。なるべく大きく腰を振ろう。腰の骨を横にずらすように動かそう。あとカウント、あと20回。あと10回。あと5回。パーフェクト。腹筋ガード。押し込むとき足は軽く曲げて。なるべく大きくリングカーを回そう。回して肘が回っていると運動効果が下がるよ。回してあと半分。回してあと10回。回してを下げて伸ばして、ビクトリー。まあ、色にも注目してスキルを選ぼう。ぐるぐるアーム。なるべく大きくリングコーンを回そう。回して二の腕をすっきりさせたい人におすすめ。アームツイスト。
なるべくしっかり両腕をひねろ。1、8、1、2、1、2、1、2、1、8、肩を上手、テクテクひねっても大丈夫。8、あと半分、あと20回。1、8、1、2、1、2、あと10回。1、8、1、あと5回。1、2、最高だったよ。しっかり水分も取りなよ。よし、動こう。息を吸いながら姿勢を戻そう。よし、かっこいい。よしよし、ムッキムキ。よしよし、胸の筋肉を意識して押し込もう。ナイス。腕の力が足りないときは体にリングコーンを近づけて押し込もう。
攻撃だ。英雄さんのポーズ。ゆっくり倒そう。ゆっくり戻そう。体が傾かないようにバランスを取ろう。よし、左右入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよう。ゆっくり倒そう。ゆっくり戻そう。かかとから頭までのラインが直線になるように。よし、気は抜かないで。腹筋ガード。腕じゃなくお腹に力を入れよう。なるべく大きく腰を振ろう。1、2、1、2、1、8、1、2、1、2、腕を上げるときに腰が反らないように1、あと半分、あと20秒。1、2、1、2、1、8。お疲れ様。腰を下げて伸ばして、ビクトリー。まあ、うん、ああ。
わ。わあ。よしよし、ナイスマッスル。
繰り返して。
構動いたし、レベルアップはそろそろかもね。よっ。私をお腹に押し込んだまま上半身を左右にひねるんだ。危ない、腰を落として。腰を下げて伸ばして、ビクトリー。you
それではスタティックストレッチを始めます。リングコンは使いません。安全な場所に置いておきましょう。左腕を横に伸ばし、右腕で抱えるようにします。腕を引き寄せ、左肩の筋肉を伸ばしていきましょう。反対側も同じように行います。反動をつけないようにゆっくり伸ばしましょう。ゆっくり体を戻します。腰の骨を支えるように手を当てます。上半身を後ろに傾け、お腹を伸ばしていきましょう。無理をして反らないように注意しましょう。ゆっくり体を戻します。足を広げて両手を上げ、左の手首をつかみます。手首を引きながら体を右に倒し、体側を伸ばしていきましょう。体を戻して手を入れ替え、反対側に倒します。前かがみにならないように真横に倒しましょう。ゆっくり体を戻します。足を閉じて体の力を抜きます。息を吐きながら前屈し、静止後はゆっくり呼吸しましょう。そのままもう少しキープしましょう。膝を軽く曲げ、腰から順番に体を起こします。左膝を曲げ、体の後ろで足首を持ちます。膝を後ろに引き、太ももの前側を伸ばしていきましょう。反対側も同じように行います。足の甲を持つと、すねの筋肉も伸ばすことができます。ゆっくり体を戻します。ストレッチ終了です。お疲れ様でした。